はい、どうもー。久しぶりです。今回なんですけども、Google がね、出してる Google Pixel 4a、新色、ついに国内来ますね。もしかしたら、来ないじゃないかな、どうなのかな、みたいな感じだったんですけども、ついに決定したみたいです。12月23日に、新色ブルーが、Google Pixel 4a 発売されます。経過版、Google スマートフォン、Pixel 4a の国内版に新色、ベアリーブルーっていう感じね、ちょっと薄い、淡い感じのブルーが追加されます。本体、公式価格が 42,900円で、2020年12月23日に発売となります。ちなみにソフトバンクでも取り扱いされるそうです。Google Pixel 4a は、2020年8月の4日に発売されてますけども、11月の中旬ぐらいか。に新色、米国限定で追加されていたんですけども、ついに日本に入ってきます。で、発表自体は12月9日に Google より発表がされたようです。全く当初はもう黒一色しかなかったし、発表されてなかったんですけども。Google Pixel といえば5か。5で、グリーン出てますけども、Pixel 4a でも新色出てくるということで。Google Pixel 4a 自体は、128GB、ストレージ、ジャストブラック。これのみ、一択のみでしたけども、新色が追加されるようです。ね、Pixel 4a のブルー待ってた人には朗報だと思われます。スペックとかはね、基本、本当に、4a と全く同じ、Google としては経過版。でも、実際ね、カメラはなかなかいいですよ。夜景モードとかもついてるし。そうですね。ピクセルのカメラは本当にいいですね。こう、AI で処理するのか知らないですけど、一応ね、本当になかなか手ぶれも割と悪くないですし。写真の写り自体は iPhone と比べると青みがかってるかなというとこもあるんですけども。星も撮れるっていう感じのカメラだし、待ってた方は12月23日。もうすぐですよね。スペックとしては、Android 10、Snapdragon 730。で、RAM が 6GB。内蔵ストレージが 128GB。で、バッテリーが 3140mAh。割とね、だからバッテリーはいいですね。ただハードに使う人から見たらちょっと物足りないとは思うんですけど、割と普通に使う分には、全然電池持ちはいいです。っていう感じで今回は終わっていきたいと思います。それではまた。